ースポケット。はい。プラス。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターフォースポケットプラス始めていきましょう。まあ正直しばらくは我慢して第 G2 ぐらいまでのレース出て大合算にしていくしかないですね。おそらく能力の今までの積み重ねがリセットされてると思う。日吉はるかです。好きなものは可愛いものです。どうだこの準備期間中って、お読み出すのに時間が、そうだ、まあ普通に上から順に行ってみましょう。ああそういうことか。この第三の環境が非常に難しい。農園で収穫できます。農園農園農園。農園が探しにくくなった。プレゼントが届いています。SR ですね。 SR じゃないのか。なんか結構メダルが増えたな。そうそう回収の時期か。 SH ガチャ。HN ってなんだ。ハーフノーマル、ハイノーマルかな。まあいいや。お、ディープ三福ガチャがありますね。引きましょう。イネーブルガチャ。お、SSR 以上来る。だいぶ離れた人もおるんだろうなって思う。 SSR はハービンジャーです。すでに持ってる。でこれでハービンジャーはサイドメニューでベスト、私はサシウマが好きですね。ワクワクするレース展開じゃありませんか。ハービンジャーはどこだ。並び替え。あったけど、これじゃない。ソートフィルターで、今名前逆順になってます。これです。ハービンジャー合成。覚醒します。これでですね、ハービンジャーは3になりましたね。覚
精度が。聞いてくださいよ。エネーブルガチャってなんだ。あ、エネーブルガチャしか使えないのか。これ SSR ガチャじゃないですか。多分。ご存知ですか？どこで使うのかし、わからんけど。まあ、もうですね、普通に14周しかないのか。いい感じですね。とにかく大重ねをしていくしかない。嬉しそうですね。ので函館記念あたりがいいのかな。キングジョージは確かにいいんですけど、ちょっと今の状態で戦えるとは思えない。手堅くG3 から行った方がいい。ご存知ですか？元気いっぱいですね。嬉しそうですね。ちょっと状態にな、不安が。どんどんで状態が落ちていく。ちょっと落ちていく。いい感じですね。人参だけどプラス4キロの方。嬉しそうですね。ああ無理だな。これ登録を変えます。だからといってキングジョージ出すわけにはいかないし、これかな、札幌日経オープン。レースに出さずに育成していくしかないです。そういえば、まずまずですね。馬体はいい感じですね。お、調子が上がった。今週はレースがあります。なんでしょうね、なんか変なケーキがありますね。これ5つ持ってんだ。ベスト馬体重がこうだから。いい状態で出せます。札幌日経オープン。なんと一番人気です。 1.3 倍、ダントツを一番人気。投票受付を開始します。もうしっかり勝ってもらいましょう。本当動作重くなったな。スタミナが問われる一戦、騎手との折り合いも注目です。
とりあえずこの辺は札幌日経オープン12頭スタートを切りました。おっと1頭出ないぞ。3番北高ブレイブ、やっぱり後ろから行きます。先行するのは何か。8番ニューダイナスティ、中断です、ね、そしてそのうちに6番ブルーシュー、その後ろ3馬身くらいあって10番スチバーズ魔王、これが注目の馬カタノスカーレット、鞍上は戸崎啓太。2番モンドインテロ、徐々に差を詰めます。ウィンクルじわっと上がっていく。さあ札幌競馬場は大歓声であります。カタノスカーレット大歓声も後押ししているぞ。さあ抜けました、ラボベストプレイ。カタノスカーレットが2番手突っ込んできた。カタノスカーレット、あっとこのままか、このまま押し切るか。2番手にカタノスカーレット追い詰める。1着1番ラボベストプレイ、1番人気のカタノスカーレットが2着。次は頑張りましょう。つらいな、150枚ですねこれ。1番なんとか3000枚達成する。レースを終えた馬が戻ってきました。そこからですね。ちょっと戻しきれませんでしたね。いい感じですね。おそらく放牧です。さて調教から返してまいりました。内調館だと距離が短いよな。京都大商店、京都大商店かな。今週はレースがあります。人参、いい仕上がりです。何かご用でしょうか。 OK、 馬体重体重文句なし。久しぶりに勝利が欲しい。2番人気ですね。2番人気、1番人気は北サンブラック。投票受付を開始。しぶとい馬です。しかも結構前傾ペースなんで勝ちにくいかもね。名だたる名馬たちが秋の前哨戦として選んできた一戦であります。ラグビーデーとかも出ますね。ラストインパクト、ゲートが開いて飛び出した11頭であります。なかなかいいスタートを切ったようでありますが、果たして何が行くのでありましょうか。北サンブラックが先頭に立ちました。その後ろでありましょうか。10番山勝来店、ラブリーデイがかわしていきました。内から1頭4番ラストインパクト、そしてその後ろから5番ダバモベストプレイ、それからヒットザターゲット11頭が第1コーナーに向かいます。その外からはカタノスカーレット、内を通って3番アドマイアデウス、それからまた6番ラブリーデイ、そして4番手にラストインパクトであります。それから5番ダバモベストプレイ、差が開いてヒットザターゲット、そしてその外にカタノスカーレット、その内からはアドマイアデウス。ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線、カタノスカーレット直線伸びてくるのかどうか。さあ先頭は北サンブラックが一馬身リード。先頭竹豊と北サンブラック、頑張る頑張る竹豊と北サンブラック、サウンドオブアース懸命に追う。先頭竹豊と北サンブラック、一着北サンブラック。京都大商店勝ったのは9番北サンブラックだ。これは辛い。次は頑張りましょう。1着9番、2着2番、3着3番。レースを終えた馬が戻ってきました。ちょっと元気がないですね。
そういえば何かご用でしょうか。2周ぐらい放牧させて、ご存知ですか？いいですね。いい感じですね。これも金牌かな。メールが乗ってくれます。馬券ですか？結局丸がいっぱいついてるのを買うのが一番ですね。まずまずですね。逃げ馬を残す。いい感じですね。今週はレースがあります。いい仕上がりです。プラス6キロか。千段ケーキだとプラス6キロになる。馬体はいい感じですね。一番人気ですよ。 2.7 倍ながら一番人気。ただいまより筑波ズサオストロングタイタンラーが出てきます。この辺のクラスでトップクラスと戦うのは我慢しないとね、いけないね。新年の門出を祝いたい名物重賞です。さあ、家に戻した。金牌 2000m ちょっと出遅れたんでしょうか。10番ドレッドノーサス、ダッシュがつきません。先行するのは何か。6番カタノスターレット、真ん中から出ていきます。そして外からは7番プラリティースカイ、ストロングタイタンが、それから足毛の馬体ワイデルフロスト、内から1頭3番ワイデングレビル、スツバーズ馬王、そのうちカムフィー、外から1頭ダイゾツフェイム、ロンギングダンサー、シャドウパーティー、徐々に差を詰めます。さあ場内が騒然としています。場内が騒然としています。パタナスカーレット依然先頭、依然先頭パタナスカーレット、ちょっと差がある、間を割って白い帽子ストロングタイタンだ、ムチが飛んでいる。ストロングタイタンシャドウパーティーが捉えるか。ここでは負けられない。パタナスカーレット並ぶか並ぶか、シャドウパーティー、パタナスカーレットかシャドウパーティーか。さあこの一着は際どいぞ。かされてるんじゃないの。完全にかされてますね。残念。あ、それでも2着、コインは積み重ねられました。レースを終えた馬が戻ってきました。いいですね。買い場、疲労取る。馬体はいい感じですね。日経新春杯が引退レースです。今週はレースがあります。ところで、今コインはいくら。3000枚ぴったりですね。いや、ないや。気合い十分ですね。いい感じですね。間違えた。何かご用でしょうか。レース引退レースです。
人気ですね。 4.4 倍2番人気。ただいまより投票受付を開始します。1番人気はスケトラ、なんだろう、ミッキーロケットか。20丸は1つついてますがね、果たして日経新社会どのような結果になるか。淀の坂越えを各馬がどうこなすかにも注目です。アンカー名へと飛び出してまいります。12頭なかなかいいスタートを切ったようでありますが、先行するのは何か。2番カタノスカーレットが先手を取ります。山勝来店、この辺りちょっと離れているアドマイアフラッグ、この方はどうなっているか。先頭は依然としてカタノスカーレット。3番山勝来店、ちょっと離れて10番アドマイアフライトでやります。そして内からはマドリードカフェ。ご覧のように一段すごい競馬になって、いよいよ直線。カタノスカーレット来館制も後押ししているぞ。カタノスカーレットが抜け出した。ミッキーロケットまだ来ないのか、まだ来れないのか。シャケトラが3番手、頑張る頑張る。サチとカタノスカーレット、シャケトラが2番手、カタノスカーレットが完全に抜けた。カタノスカーレット1着後続を嘲笑うかのような逃走劇であります。うまくはまりましたね。やっぱり逃げの方がこの馬良かったんだ。よく頑張りましたね。1着2番2着5番3着11番以上のように確定しました。最後は勝ってくれました。もっと上を狙っていきましょう。いやいや引退だし、4500枚になりましたね。電動倍登録できますということで、勝てたのは札幌記念と日経新春杯だけですね。重賞はもちろん放牧させ、繁殖入りさせます。お数馬か。まあ、なかなか勝てない馬だったですが、次の世代を育てたいと思います。まずまずですね。まずまずですね。これはダメです。まずまずですね。いいじゃないですか。まずまずですね。まずまずですね。これはダメです。なかなかまずまずですね。いい配合ですね。まあ、この辺りをつけるかな。まずまずですね。これはダメです。持ってる馬の中では、まずまずですね。まずまずですね。いい配合ですね。これかもし、これをつけてもいいかもな。マルペンさん、はい、次回考えて、配合したいと思います。お楽しみに。よろしければチャンネル登録高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。